ワーグナーの学劇、神々の黄昏の一場面、ハーゲンに話しかけるアルベリッヒ。アーサーラッカムがハゲネは、ブルグント族の戦士。しばしばグンテル王と判決の兄弟とされることがある。ニーベルンゲンの歌においては、トロニエのハゲネと呼ばれている。おそらく、トロニエは、ヘントを意味すると考えられている。ドイツの伝承によれば、ハゲネは残酷で、 周年部各凶暴な人物として描写される。また、シズレクの佐賀では、ハゲネは完全な人間ではなく、エルフの血を引くとされる。これらの物語において、ハゲネは、シグルズと狩猟に出かけた際、シグルトの弱点をついて暴殺している。このような人物像は、ワーグナーのニーベルングの指輪においても見ることができ、ハゲネは黄金の指輪を盗み出すために、 ジークフリートを殺している。北欧の伝承では、ハゲネは、ホグニという人物と同一視されており、シグルズを殺す役目は、グンナルとホグニの弟であるグットルムのものになっている。もっとも、グットルムをけしかけて、シグルズを殺させたのは、ホグニや、グンナルである。ドイツの伝承では、グンテルとハゲネは、ニーベルング族で最後まで生き残った人間である。ハゲネは、 グンペルが生きている限り、ニーベルングの財宝が隠してある場所を明らかにすることを拒んだ。そしてグンペルが殺されても、やはり秘密を漏らすことはなかった。また、北欧の現象では、グンナルの方がホグニの生きている間は、秘密を言うことを拒否しており、これによってホグニは殺されている。ありがとうございます。